車移動の途中にあって必ず寄ってしまうもの、それは道の駅。こんばんは、小室ゆりのゆるサプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。道の駅行かれます？私ね、結構寄るんですよ。寄りますよね。あ、寄るっていうことにしておこう。道の駅はいいですよね。あのこのところ中部地方、あの長野とか山梨とかに行く機会があって、先週の20日山梨の身延富士川純倫理法人会さんにお邪魔して、その後に八ヶ岳のカフェいおり空というところでお話し会をさせていただいたことは先週からお話ししているんですけれども、その道中の行き帰りでやっぱり寄ってしまうのが道の駅。道の駅に行って何がいいかっていうと、やっぱりお野菜がね、地のものが手軽に、そして安価で、そこでしか買えないものが買えるっていうのがね、楽しみですね。本当にこの時期の山梨だとやっぱりシャインマスカットとか、あとね、もうイチジクが出てましたね。これ関東のスーパーでね、買うと高いじゃないですか。でさほど甘くないんですよね。ああいうところで買ったイチジクっていうのは、やっぱりあの甘さが濃くて、ああいいなって思いながら、はい、だいたいあの道の駅に行ったその時のお土産は野菜盛り合わせっていうことになってますね。でもこうご近所に配るんですけど、私そういうお付き合いが周りにあって、ご近所付き合いがあって、あの、まあ、シャインマスカットとか高いじゃないですか。で粒もちっちゃいし、そういう時に少量でもいいのでシャインマスカットじゃあ3房買ってって、チョキンチョキンって切って、ほんのちょっとのお裾分けって言っても、そっちの方が喜ばれるなって思いますね、はい、道の駅談話あったらぜひ送ってください。楽しみに待ってたいです。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。このコーナーは私、男女コミュニケーション心理師小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。私事業でね、ハラスメントの予防に関する講演セミナーなどをやっているんですけれども、今日はですね、モラハラについてお話ししていこうと思っております。モラハラの特徴4選、はい、こちら耳が痛いかな、はい、でも耳開いて聞いてください。そして4週目なので妊活一言サプリ、ご担当いただくのは子宝鍼灸師市毛真也先生です。市毛先生からも他ではなかなか聞けないこんなテーマ、クリニックの見分け方。これね、医療従事者さんから聞くって相当貴重だと思うので、こちらも楽しみにしていてください。さらに全国で占い講座が大人気です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生の今週の占いは、お月見、中秋の名月、これをテーマに鑑定していただきました。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、道の駅の逸話、お待ちしてます。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、
里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号、明記の上送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週は主婦が使うお役立ち情報サイト主婦ズから、こんなニュース。モラハラの特徴4選、気づかないうちにあなたもこんな言葉発しているかも。このモラハラってどういうもの？これはですね、相手に対して一方的暴言を浴びせて傷つけるだけでなく仲間外れにするなど態度の面についても見られる行為。ハラスメントってよくセクハラ、パワハラ、モラハラ、これが三大ハラスメントって言われてるんですけど、これこういう行為をしたからセクハラだ、パワハラだ、モラハラだ、分けられるわけではなくて複合的に絡んでハラスメントっていう認知に変わっていくんですね。例えばセクハラとモラハラ、これ結構家庭内で起こる。パワハラとセクハラ、これも、家庭内でも起こりますが会社の中でも起こりますね。そしてパワハラとモラハラ、これ家庭内、会社内両方起こりやすい。その多くがやはり上司から部下、こういうパワーバランスの上下関係がある中で起こっているのが9割以上と言われています。さてモラハラの特徴4選ご紹介していきますね。1、相手の人格を否定する。例えばゴミ、クズ、これまずいですね。もういきなりまずい。ほい、言う？今時まだ言っても言うのかな。複数で話してて特定の人が何かこう話をしようとした時にあなたに聞いてない、黙っててなど、その発言したことそのものを否定したり、あとね、これはあると思う、よそ者、地元の人じゃない、よそ様とかね、言いますね。これもモラハラ。あとね、職歴に対していやないわとか、学歴に対してもね、あ、〇〇大学ね、はみたいなね、こういうこと。2つ目、特に何もない状態の時でも舌打ちなど陰湿ないじめ、すれ違う時目合わせてないのに睨んだりとか、特定な人にだけ配布物を意図的に渡さないとかね。3つ目、自分の非は認めず標的の人のミスは異常なまでに責める。自分のミスは固くなに認めないけれども、これ、ね、仕方なかった、しょうがないじゃないかっていう傾向にしようとするんです。ってだけど一定の特定の人が一つミスを犯すとそこを必要に責める。これは SNS の誹謗中傷にも通ずるところですよね。一人標的にすると執拗に攻めていく。まあ私もね、昨年ちょっと同じようなことを経験した身としてはすごく理解できる、はい。4つ目、世間体がよく周囲の人に対しては人当たりがいい。こういう、これは気質の話ですかね。まあ、ハラスメントって結構ヒドゥンエレメントっていうか、見えないところで行われているっていうのがまたこのね、ハラスメント問題の根深いところで、特にいじめ的なモラハラはすれ違いざまとか他の人がいないところでっていうのも起こりやすい。それを行為にしてしまうのが、え、あの人がみたいに言われることが多い人が、キスとして持っているというようなお話が書かれていましたね。まあこれ聞いてくださってる方は該当しないとは思うと思いたいんですが、一応心の片隅に留めておいていただけたら嬉しいです。
もっと探偵を身近に。安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは東京で小宝恩灸をしておられます小宝鍼灸師一毛真也先生です。今週はクリニックの見分け方、興味深いですね。しっかりと私も聞いておきたいと思います。それでは一毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ37回目の今日は、不妊治療など医療機関ってどうやって決めたらいいのということについて、ここだけの話をぶっちゃけてお話ししたいと思います。これ実はですね、非常に多い相談なんです。で、私自身、長いこと医療機関に勤務しておりましたので、よくわかるんですが、まずですね、一番多い相談というのは、私が鍼灸師ということもあるので、不妊治療における鍼灸治療をいつ取り入れたらいいのかというタイミングなどの相談というのが一番多いんですが、次に多いのは、どこの医療機関がいいですかという相談なんですね。で、この相談は先週も実は受けたばかりなんですね。まずそうですね、その方もそうだったんですけど、やっぱりネットとか SNS の情報に結構惑わされたりとかしているんですね。これ私から一つお伝えします。ネットとか SNS に書いてあるいわゆる口コミっていうのは、はっきり言って信じ込まない方がいいです。なぜかというと、これ人それぞれ医療機関に対して何を期待して何を望むかということが違うからです。1日でも早く妊娠したいというのはみんな同じなんですけど、妊娠を希望した時に医療機関に期待とこう希望を持って受診するわけですよね。で、これって結構こうイメージがみんな違っていて、で、受診したんだけどちょっとイメージと違うということで信頼関係を失ったりする方も少なくないんですね。で、もちろんイメージと違って1回の不妊治療で妊娠できたら、きっと不満はないんだと思います。だけど、
大抵の方は残念ながら不妊治療って1回で終える方ってあんまりいないんですね。でそうするとそこで医療機関や医師への不安とか不満が募ってはけ口とかとして SNS を利用したりとかする方も多いんですよね。はい。なので私から医療機関を選ぶポイントとしましては SNS や、医療機関の雰囲気だけじゃなくてその医療機関がどんな機械がどれくらいの数入っているのかとその機械を扱えるスタッフが何人いるのかというこれは基本ではないでしょうか。はい。不妊治療っていうのはいろいろこうステップアップをしていくわけなんですが、精子を洗浄して人工授精、体外受精、顕微授精と進んでいくわけですよね。で場合によっては受精卵を培養したり凍結したり、解凍して戻したりとかするわけなんですよね。こういった複雑なステップに対して経験と実績がある医療機関というのが私はおすすめしています。不妊治療においても医療っていうのはチームなんですね。例えばお医者さんだけが優秀でも一人で全てをこなすということはほぼ不可能です。ですので機材とかスタッフが充実しているところっていうのが私は選ぶポイントだと思っているわけです。はい。ここまでいかがでしょう。余談ですが、医療っていうのは、根拠に基づく治療を行っていきます。曖昧のことを言って患者さんに余計な不安をさせたりとか、期待させたりとかするわけにもいきません。私もよく医師と話をするんですけども、責任の持てない言動っていうのはしないとよく言っています。どうしてもそうすると言葉が少なく端的になってしまうんですよね。医療の常識として結論から話すということがあります。例えば、私というかですね、いつどこで誰が何をどうしたのかとかいう話し方っていうのはこう我々、国語の教科書から学んできたんですけども、医療においてはやはりこうスピードだったりとか、臨機応変な対応っていうのが必要とされるので、そういった対応っていうのは学ばないんですね。医療っていうのはどうしても結論から話していきます。例えば私なんか医師なんかにこう報告するときには先生誰々さんが何々がこうしてこうなってこうなってましたって言い方をするとお医者さんすごく嫌がります。じゃあ何て言うかというと先生報告ですとか先生緊急ですとか先生見てもらえますかとか、それ結論から話をするんです。なので、そういう医療の現場の常識というのがあるので、先生なんかが、患者さんに対応するときに例えば患者さんが入ってきました、誰々さんって呼ばれて入りました、誰々さん今回の検査の結果です、甲状腺の値が高いですね、薬を飲んで、様子見ましょうとか、これで終わってしまったりすると思うんです。これって結論から関係性に話してるっていうだけなんですね。それ以上のことをこう曖昧な観点からあるいは感情的に話すっていうことはちょっとお医者さんできないっていうのがあるので、そういったことを踏まえて、診察だったりお医者さんと接していくっていうことが大事かなというふうには思います。いろいろ話してしまうと長くなってしまうので今日はここまでにします。もっと聞きたいとかもっと知りたいということがありましたら、いつでも、ご質問やお気軽にご連絡ください。連絡先はココア鍼灸 KOKOA 鍼灸で検索してみてください。メッセージお電話お待ちしてますね。それではバイバイ。口コミは意外と当てにならない、これ意外じゃないですか。今店舗検索するんでも何でもほとんど口コミを見て判断される方、もちろん私もそうですけどね。いやそれがこう書かれてることをそのまま鵜呑みにしちゃいけないよ
っていうのはやっぱりご当事者さんだからこそ言えることなんでしょうね。一番大事なのは自分の目で確かめて、耳で聞いて、実際に話してくる、これを経てこの先生信頼できるなに変わるんでしょうね。一毛先生ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。子宝鍼灸師一毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせはインターネット検索ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。全国で占い講座が大人気です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。中秋の名月編、いいお月様見れそうですね。それではセクシーに参ります。おひつじ座、まん丸なお月様がとっても綺麗。もうそれは私のお尻よ、エッチなんだから。おうし座、やっぱりお月見団子は欠かせないわよね。こら食べてばっかりいないで、私と月も見てよね。双子座、すすきを飾ると雰囲気が出るわ。すすきの方でくすぐるのをやめてよ、感じちゃうじゃない。ガニ座、中秋の名月は芋名月とも言うのよ。コロコロっとした里芋が可愛らしいわ。獅子座、お月見は中国の皇帝が豊作を月に祈ったのが始まりなのよ。それより中華名物の月餅が食べたくなってきたわ。乙女座、月見台を窓辺に置きましょう。もう外から誰が見てるかもわからないから、ここでキスはダメよ。天秤座、お月様が本当に綺麗。天秤にかけさせて悪いけど、月と私どっちが綺麗って思ってるの。サソリ座、中秋の名月にはブドウもお供えするのよ。ブドウのつるはご縁を結んでくれるんだって。いて座、韓国では中秋のお祭りのチュソクがあるわ。お酒にナツメ、それに栗といろいろとお供えするらしいわよ。ヤギ座、ベトナムは子供のお祭りでテッドチュントゥーって言うのよ。私たちも童心に帰っておままごとしましょうか。水亀座、月見酒はお月見をしながら楽しむお酒のことね。冷やおろしの新酒を飲みながら今後のことを語りましょうよ。魚座、夏目漱石は I love you を月が綺麗ですねと翻訳したわ。月の光のもと愛をささやいてくれてもいいのよ。
占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今日はムーディーな占いでしたね。ヤクモ先生ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、今週もご視聴ありがとうございました。来週、はい、1週目になりますのでこの方のご登場です。 USP プロファイラー押したり構造先生ご担当いただいております。あなたの強み発見サプリ、なかなかカッティングエッジな強みの見つけ方をいつもねお持ちいただくので、私も楽しみに、いや楽しみにしてますよ。はい、そしてですね、今週の29日なんですけれども、オンラインで小室ゆりと会いませんか。24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室、こちらはいつもお電話相談のご案内なんですが、9月29日21時からなんとウェビナーで登壇させていただくことが決まっております。お問い合わせ詳細お申し込みはエキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談で検索をしてみてください。小室ゆりが教えるセックスレスにならない方法、そしてセックスレスからの脱却方法ということを中心に1時間お話をしていきます。楽しみにしていてください。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所ヤクモアン、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着帰りさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。決してうつむいてはいけない、頭はいつも上げていなさい、目でしっかりとまっすぐ世界を見るのです。アメリカの作家ヘレン・ケラーの名言です。辛い時、しんどい時ありますよね。そんな時でもぐっと胸を張って目線を上に上げる、これだけでも世界は変わって見えてくるものなんですよね。失恋で悲しい思いをしているそこのあなた、明日は胸を張って前を見て歩いてみませんか。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに